開催開催という挨拶から始まりましたけども、またやってまいりました、マスターショップさん。だだー、まあなぜ来たかと言いますと、皆さん覚えてらっしゃる方もいるんですかね、あの恒例ブースをですね、ここにね、こう作りに来たというか、泡盛をね、こうゲットしに来たわけですけども、なんとですね、恒例ブースが完成したということで、早速ちょっとね、この和下さんで食べれるんですね、あの沖縄そばが。だからもうせっかくやから、もうここで試そうじゃないかと。作りたてほやほや恒例ブース、まあ寝かせたよ。早速ちょっと中入っていきましょうということで、食べよう、そば。ってお願いしてもいいですか、2ついろいろこう試していかないと、1人だと大変やから、ちょっと何がええかっていうのを決めたい、どれが美味しかったみたいな、ちょっとやりたいな。そうですね、ハブ酒とかさ、かなり気になるじゃん。ハブ酒飲んでましたけどねいや、全部飲んで全部飲んでましたけどね、うん、いや、飲んでましたっていうか、飲ませてたやん、あなた。美味しかったですか？なかったねしたやつ、マサヒロダーン、定番のクメセン、ダーン、しかもだし入り、これ流星のだしなし、ダーン、これ流星のしかもだし、ダーン、でこれが最後ハブシ、これやで。うわー、美味しそう、普通に美味しそう。ちょい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 、ありがとうございます。ちょっとさ、これテンション上がりますよ。これ絵になる。このままで食った方がうまいんじゃないですか。おい、なんてこと言うの絶対見た方がうまいから。ちょっと普通に出して、ちょっと飲むよ。そうだよ、あー、いい出汁出てる、うまっ、普通にうまい。そばやけど、うん、どう、うまい、うまい、うまい、ありがとうございます。ちょっとね、でもね、いや、ほんまにちょっとかけてみてほしいね。かけたらマジで2倍か3倍うまいあるから。本当ですか？マジマジ。どれいこうかな、ちょっと流線いこうかな、ダッシュで。そう、辛いですけど、うわ、酒じゃないですかこれ。いや、めっちゃいいのよ、そのまんまですよ、だってまあ、その若干なら、うっほー、うっほー、うっほー、めちゃめちゃうまいよ。唐辛子ちょっと多めに入れたやん、うん、ちょっと辛みがかなり強めの高齢グースやんけど、辛いもの好きにはたまらんと思う。でもまあまあまあ美味しいですね。なんか皆さんもちょっと気になってるかもしれない、ハブ酒、うん、ちょっとこれハブ酒、やっぱ癖が、匂いが、ハブ見えへんのにハブの存在感、ちょっとハブ酒のやつこれちょっと入れて、結構入れた、結構入れた、どんな味すんねやろ。ちょっと香りが癖がある感じになるね。どうですか？おー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 おおお、いけてますか？全然いけてるかも。あり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 、ありより今そかり、ありよりはべり今そかり、これ美味しい。これはお酒好きな人はありかも。ちょっといいですか、臭み、うん、匂いはいい香り、ね、そんな辛いとは思わない、ね、臭いじゃなくて癖がちょっとある感じやから、 この作ったやつはいつものやつよりちょっと辛め、普通の人ね5から10とかでいいかも。
いろいろなんかこうね。試してほしい。辛うまい。辛うまいでしょ。うん、公開の順番によるけど、ペヤング行ってるから全然余裕やね。あー、そうですね。だって調節できるし、自分で量。あいつやりすぎよ。鬼。地獄とか鬼とかなんかいろいろありましたもんね。鬼はやりすぎやね。なんでペヤングとかやったのって思うよね。これが出来上がるまでの話ですか。これ出来上がるまでの間に一回ペヤング食ってくれって。ペヤング、いや確かに楽しかったけどさ、まあ、だからこれ出来上がるまで何やるって話になるときにペヤング大沢くん、どれらい汗かいてたら、まあ、サウナ。そうだね、これ辛いのダメなんじゃないですか。ああなっちゃう、なっちゃうね。ちょっと控えてるという、なるほどね。まあ、地球にも優しく、まあ、タオルで顔拭きはないような感じなんですけど、いいわ、この企画大成功、自分の中で。うめえな。え、どう、初めてちょっとグース行ってみて。美味しいです。あり、これからね、食べたことない方もいらっしゃるかもしれないから。そうですね、まあ、僕がどっちかというとその苦手なたちなので、うん、苦手というか、まあちょっとそう。でも量調節したらね、ね、ちょっと辛めにしたい。これみんなにもっと知ってほしいな。こんな美味しい調味料、いやこれ大成功じゃないですか。はい、分かった。でも俺が美味しいよって言ってた、はい、分かります。理由というか、これだから辛うまい。蕎麦だけじゃなくていいのよ、かけるの。俺結構他のお料理とかにもかけたりもしたりとか、ね、ほんまに万能やから。こんなんでいいんですか、僕らが楽しいだけというか。ちょっとこれ皆さんよかったら試してみてください。本当にだし入れてもよし、そのままもう青森入れて唐辛子入れるだけなんで、めっちゃ食ってて、ね、ガチ食いやん。まあね、美味しいのができましたね。ということで、いいなと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。またねー。